その美貌で世界的に有名になったウクライナの検事出身ナタリア・ポクロンスカヤさんがロシア政府の役職を解任された。ウクライナ侵攻に反対する声を上げたとの理由からだ。ポクロンスカヤさんは2014年に帰化している。13日、米時時週刊誌ニューズウィークはポクロンスカヤさんがロシア政府機関の副長官職を解任されたと報じた。ポクロンスカヤさんはテレグラムアカウントに職場を移動することになった。 ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の信頼と支持に常に感謝していると明かし、自身の解任公文を掲載した。彼女の解任は、最近のウクライナ侵攻を反対する発言で高位官僚たちの怒りを買ったためだと伝えられた。ポクロンスカヤさんは今年4月、ある国際フォーラムの演説で、ウクライナ侵攻を災難と称して、多くの人が命を落とし、数百万人の難民が発生した。 私の二つの母国が互いに銃を向けている。私はどちら側も望まなかったと話した。また、SNS にロシアの軍事侵攻指示を象徴する Z マークについて批判する文章を投稿した。彼女は Z はロシアとウクライナ双方で悲劇の象徴となっている。どんな象徴でも盲目的に崇拝するのは危険だと伝えた。